1月に始めましたね。っていうことだよね。1999年のノストラダムスの大予言は信じた、はい、一緒にやっぱ小学校ぐらいの時は信じてました、ね、ああそう、なんで、なんだろう、とりあえず2000年の時、要はなんだろう、あの猪木の引退試合じゃないけど、うん、行けばわかるさかプロレス好きなの、ああ、その頃のは好き、いや俺も好き、うん、でもうなんだろう、昔やっぱ若い時ってやりたいことを口に出したいけど出せないとしてる、でもそれがなんかある程度しゃるとやっぱりもうやるしかねえなと思って、うん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 、で何も考えず始めた。なるほどね。一番勉強になったのはプロレスだったんだよね。たまたま後楽園で大日本プロレス見に行って、はいはい、アブドーラ小林さんとか、はいはいはい、なんかみんなもうなんかもう体に病とかもついてんのに、はい、血だらけになってるの、お客さん、ね、うん、そう、お客さんにこう終わった後サインしてる、はいはいはい、それ見て感動して、うん、あ、俺が足りなかったのはこれだと思って。なるほど。感じて言ったら、僕このなんだろう、コロナ自粛期間中にちょっとだけ今まで毛嫌いしてたヒップホップに目覚めた、うん、え、な、でも毛嫌いしては 何毛嫌いしてた理由は何なんだ。俺は聞かないよみたいな、はい、そんな時代もあったのは事実なんで、うん、なんか若い頃はあんなになってたまるかって思ってた時があった気がするんですよ。でもある日、そのなんだろう、この去年1年間その僕テレビドラマとかもあんまり見れた試しない人だから、うん、今まで見たことないものをいっぱい見たんですよ、うん、去年1年半ぐらいで、うん、そしたら、え、11年前にこんなすごいテレビ番組民放であったのとか、例えば、いや僕もうジンとか初めて見た俺あんなすごいドラマ初めて見たと思ってで全然知らなかったから、うん、俺綾瀬はるかの魅力も分かってなかった、うん、いやこの人がトップ女優のわけ分かるわって思ってた本当に。私48だけど一応予定では80過ぎまで店やりたいんで、うん、まだあと約30年近くあるわけじゃない。長いね。だから再来年ぐらいはもう B-boy になってたりして、ね、いやー体型だけ B-boy とかあり得るんですけど自分の服装とかのスタンスを多分そこまで変えないですけど、うん、なんかそのそういうところのシーンの人たちをちゃんと、ね、立派だなと思えるし、うん、褒めたいな、褒めたいなって言ったら上から目線みたいなのもあれだけど、うん、なんか素晴らしい人たちがいっぱいいるなっていうのがよく分かったっていうか、うん、もう大変ですね、うん、老眼もひどい、近視もひどい、小説読もうと思ったらもう字追いつけなくて眼鏡実はしてない方がよく見える。ああそうだよな、もうわけ分からなくなってきてるんだ。俺ももう上げないともう見れないんだ、もう変に比べる必要もないしね。まあまあそうなんですけど、なるほど。バルセロナに例えば行った時、市内でライブ見ないですげえ3時間ぐらいかけて、うん、ライブその人を見に行くわけよ。でも俺はバルセロナに行ったって感じだった。ああなるほどね、うん、なるほどね、うん、都会の方じゃないけど、じゃないけど山奥だけど、うん、そっか。じゃあ俺はそういう日本代表ぐらいのつもりで、だからそれでいいってこと。日本代表で頑張ります。うん、いらっしゃいませ。時さんとか、あと僕のスチール版の師匠のいろいろ聞いてます。はい、いろいろ終わり？そしたら広島で初めて会いました。酒蔵でね、二階堂和美さんとウグイスパーク、そして渡辺俊美と、3人で3組か、やったイベントがありまして、そこで初めて知り合いました。トマタムスの人のライブ映像がなんかまた BS でやってて、知らなくてつけたらそれがちょうど始まったのを見たんですけど、なんか
衝撃というか、そんな風になりたいって初めて思ったのはその瞬間で、その人に憧れたのが一番最初の瞬間です。加入する前に聞いたそのずっと粛清のイメージがやっぱり連続性っていうか、一枚のアルバム一曲目から最後までの連続性がすごく、そのテイストはずっと残っていて、一から最後まで聴いてほしい。はい、UJ はですね、初めて会ったのは大阪ですかね、キミオくんのバンドで対バンした時に、バックバンドでいてね、うん、前歯がなかったような気がしたな、うん、差し歯だったような、なんか喋ってたら取れてたような感じして、俺はね、勝手に、UJ を山田だと思ってたんですよ、山田。そしたら実は田中だったんですよ。もうやり始めて、まあ、なんかいろんなアーティストをコピーしたりとか、山崎まさにさ、後ろで、ほら、例えば笑顔でさ、この人にすごい、自分がやってるさ、プレイスタイルとかが、すごい、楽しそうな、なんか一番あって、すごい影響を受けて、で、バックショーの方になりたい、楽しい、で、ドラム。まあ、全部真似したわけではないけど、そう、なんか憧れとしては一番平気なんですよ。みっちゃんはね、でかいんだよね、191cm、 人柄が柔らかいんで、穏やかなんでね、だから威圧感全くないんだよね。もちろんドラムもいいんですけど、人間力というか、本当素晴らしいですね。そういうところはなんかみんな優しくなるんですよ。チーチーって言えばユネさんのセクションも初めてなんですけど、結構相性はいいと思う。いろいろ聞くところあるじゃないですか、パンとかホーンとかいっぱい音が鳴ってるけど、このターンはホーン聞いてみようとか、このターンは歌詞聞く、そういうバラバラに聴いてるっていうかって思うんですよ。その中で自分のソロとか皆さんのセクションの感じとかも聴いてるんで、これから嬉しいと思います。全国の皆さん、全国の皆さん、聴いてる方々に一言、一言、僕まだずっとでツアーというか地方に行ったことで、いつか会えるといいなと思ってます。その時よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。としみっこクラブ、ご覧いただきありがとうございます。次回も楽しみにしててください。そして、チャンネル登録よろしくお願いします。